これから新しいレガシーのいろいろお話を伺いたいと思うんですけども、国際商品としてグローバルカーとして、世界のどのマーケットにおいてもベストなこう GT カーをね、作ると、そんな印象で企画開発されたんではないかなと思うんですけど、やはりこの4代目のレガシーで必要なものっていうのは、大きく見ますと走りと、それから機能、パッケージですか、それからデザイン、その3つに分けられますが、スバルのこの考えるバランスで、最高のものを作りたいと、そんなふうに思いました。サイズがね、ついにレガシーも3ナンバーになったなっていう印象を受けたんですけど、それは世界を見れば当然の流れだと思うんですけど、5ナンバー自体がもう30数年、もっと昔ですか、そういったところを決められた企画であって、それは車作りで我々が追求してきたところで最適なものを狙いたいと、そういったところで出てきたのがこのサイズであるというふうに考えています。そうするとボディサイズは大きくなったけれども、小回りは前のレガシーよりも小回りができる、そうですね。でボディサイズが大きくなったにもかかわらず、重量は前のレガシーよりも、装備は同じだとしたら軽くなってる、そうですね。その辺がかなり技術的には難しかったところですね。飛行機作りの流れを組む者にとってはこの質量というのは非常に重要な、ポイントですから、この車作りの総合力なんじゃないかなというふうにも捉えております。飛行機は重いと落っこっちゃいますから、1グラム単位で、今度のレガシーは、単なる乗り心地が柔らかい硬いとか、よく曲がるとか曲がらないとか、そういう話だけではなくて味があるんだってことをおっしゃってたと思うんですけども、と自動車の味ってその剛性なんかとかなり関係してきますよね。今回は剛性は剛性としてこれだけ必要だっていうものは最初から目標として出してました。もう狙ってこの辺の剛性は必要だと、あくまでその剛性目標というのを達成しての軽量化ですから、そこは発想はしっかりと走りの方をしっかりするための軽量化だと。で乗った時の味っていうのはスバルは何を考えたんですかね。今度のレガシーで目指したのはよりもう少し、ドライバーにですね、運転しているという感覚をですね、強める、そういう方向でインフォメーションね、考えてました。官能的なんだけどもとんがった乗り味ではなくて少しこうマイルドな感じ、でもう一回初心に帰って本当にスバルが目指す走りって何だろうかというのを考え直した時にですね、やっぱりよりそのドライバーがその車を運転しているという意識をですね、やっぱりもっと強く持っていただく、それが車を楽しく走らせる基本であるし、また安全に走らす基本でもあると。走っているリアリティと操縦しているその操縦がうまくいっているかどうかということを車からインフォメーションとしてこうフィードバックできるようなものを大事にしてるっていうことですよね。そうですね。あとドライバーからのこのインプットに対しては操作に対して、これはやっぱりレスポンスを高める、レスポンスを高めるというのはただクイックということじゃなくてですね、動きがクイックじゃなくて人間が操作した時にすぐに反応してくれるという、今度の走りをより新しくするためにですね、最初に考えたのは水平対向エンジンのより大きなステップアップでして、音も走りの一部であるという考えに立ちまして、で吸気系排気をですね全面的に見直そうと、音をただ低くするんではなくて音の質をですね、よりエンジンの回転とか加速に対してこうリニアにですね、こう聞こえるように音を消すんじゃなくて、そういう考え方で音を作りました。結果的に車の走る曲がる止まる、これだけじゃないだろう、それにプラス感じるという、そういうもの、それが要は走り味でもあるし、この排気の音、要は五感に響くものというのが出てくる、それが結局人間のセンサーというのは非常に微妙なところを感じ取るものがありますから、そういったところで奥深いものが感じ取れる、もっとこう分かりやすく体で感じるようにしたいと。そうするともうディーラーに置いてあるカタログに書いてあるエンジン何馬力とかっていうのは、あれは自動車の性能の100分の1も言い当ててないというような感じですね。それじゃあこれからももしスバルブランドっていう見方すれば、
アジャイル、うん、アジリティっていう方向にスバルブランドが行くんでしょうね。その持って生まれたもの、それから今まで積み上げてきたものを生かしてよりいいものを作っていくっていうことだと思います。パッシブセーフティはより現実的な視点で開発、フレーム構造を全面的に新設計し、大幅な軽量化を図りながら従来型以上の剛性と強度を確保、あらゆる方向からの衝突に対して世界トップレベルの安全性を実現しました。全面衝突に対しては3方向に効率よく衝突エネルギーを分散、全車エアバッグを2段インフレーターとし、さらにセーフティーペダルを全車に採用しました。また側面衝突においては対 SUV との衝突までを想定し、高い位置にぶつかっても乗員の安全を確保する構造としています。さらにスバル初のカーテンエアバッグをオプション展開しました。また後ろからの衝突に対してはリアのフレームをストレート化、衝突エネルギーを効率よく分散させます。アクティブヘッドレストも全車に装備しました。コンパティビリティにおいてもフードヒンジやフェンダーを衝撃吸収構造とするなど、歩行者保護性能を向上しました。最後に安全と環境、もうこれも今の時代ポルシェフェラーリでも安全と環境はもう意識するようになった時代だと思うんですけど、今回の車はシンクグローバルアクトローカルって形ですね。ですから世の中世界中が求めている安全がかなりもう集約されてきてますから、そういうどこの市場に出してもレガシーがきちんと提供できる安全性はこのレベルですっていうのをまず作り上げるっていうところが一番大きなところですね。ある面非常に本格的にレガシーらしい安全のあり方っていうのを今回の車は作っていると思いますね。まあ、でもスバルの安全思想の根底にあるのは、まあ、いわゆる予防安全、そうです、まあ、ぶつからないことが最優先されているわけですね。はいはい、ですターボエンジンで四輪駆動というとね、まあ、一見こうエコ派からはね、敵対されそうな感じはあるんですけども、まあ、車の大きな価値っていうのが一つがモビリティ でもう一つやはりセーフティーだと思うんですよ。単純なその数値的なあれは、まあ、ある面星の数ということではなくて、実際の使ってるお客様が本当にどれだけきちんとしたドライバビリティがあるから結局効率的な走りができるかって、そういうところで非常に詰めてってるってところがあります。ハイパフォーマンスカーをやる中で将来環境とどう利益をつけていくかっていうのは当然大きな課題ですから、将来的にはターボの燃費環境っていうのは大きな課題であり、我々はそこにチャレンジしていって必ずブレイクスルーをしていくというつもりでいます。でも今回2リッターの GT は日本の10、15モードでいくつでしたか。13キロですね。これは非常に高い数値ですね。はい、高い数値です。ですからターボだから燃費が悪いっていうのはもうそろそろ言えなくなってきた、四、はい、輪駆動だから燃費が悪いっていうのもそろそろもう言えないっていうようなことですね。今低燃費で走ってますよというインフォメーションをですねドライバーにこう分かるようにしようということも、燃費計、そうですね、今回やっています。今回エンジンは2リッターのターボと、DOCNA の180馬力、はい、あと SOC3 種類あるんですね。でボディバリエーションがワゴンとセダン、はい、そしてタイヤも16、17、18とそのおのおのの、その味の違いですね。味の違いでお客様に選んでもらえると、そうすると、まあ、全てのレガシーが、まあ、ベストレガシー、はい、その中にいろんな味があるという、はい、まあ、これがこれからのね21世紀の新しいレガシーの、まあ、新しい味としてスタンダードになっていけるのかなっていう、まあ、期待も含めてそういう印象を持ちましたね。まあ、日本車としてはかなり今までなかった新しい価値を提供してるなっていう感じはしました。
ぱ本当に大事なのはこの車を乗ってみて、まあ、長距離でもいいですし日頃のこうデイリーユースでも構わないと思うんですけども、実際に乗ってみて本当にまず使いやすいかどうかということと、まあ、そういう安全性あるいはその環境性能もそうだと思いますけども、そういうものが本当に総合的に高い次元でバランスして、まあ、全てがこう淀みないっていうのがあのこれからの名車の条件かなっていう気はしてます。まあ、いずれにしてもまあそういう新しいレガシーがそんなに値段は変わらずにですね提供されるというところに、あのまあスバルの強さだけじゃなくてやっぱり日本の自動車産業のやっぱり一つの強さを感じます。